どうも、沼さんです。皆様、おはようございます。今回はですね、最果てのパラディンの第3話の感想ですね。こちら、語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方、入っていこうと思うわけですが、まずは、一つ目ですね。ブラッドとの試合というところで、ビルがですね、ブラッドとの 試合に臨んでいたわけなんですが、まあ、ウィルもですね、結構惜しいところまではいったんじゃないかなっていうところではあったんですが、まあ、それでもね、やっぱりこう、ブラッドには勝てなかったっていう結果になってましたね。まあ、でもなかなかね、こう、惜しいところまで行くレベルになってるんだっていうところがね、ウィルの成長というかね、なんかそういうところを感じたところではありました。 まあ、とはいえ、ブラッドのですね、あの、肋骨で剣を挟んでビルに勝つっていう技があったわけなんですが、まあ、そんなね、肋骨に剣を挟むっていう発想がね、なかなかびっくりさせられたところではあったんですが、まあ、その後のね、こう、別にこの技はね、骸骨になった時からやり始めたわけじゃなくて、生身の、生身のこう人間だった時でもですね、 こう、肋骨の間に剣を挟むっていう技をね、使っていたりするんだっていうところのね、こう、マリーの話には驚かされたところではありますね。そういや。そんな技使うっていう感じですからね。そう。でも、ブラッドもですね、こう、そうやって勝ったとはいえですね、試合が終わってから、こう、実質的には、こう、ウィルの勝ちだったっていう風にね、認めたりもしていたわけなんですが、 まあそれくらいにねですね、ウィルも強くなったんだっていうことがね、本当によく伝わってくる話ではありました。またね、ブラッド相手にウィルが頭を使ってこう対処していくというかね、こう今度はこうしようみたいなね、感じで動いていくっていうところがですね、なかなかすごいなっていうふうに思ったところではあります。まあそういうところで、まず一つ目の感想である、ブラッドとの試合、 というところ終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、200年前の対乱というところで、ブラッドとマリーの二人からですね、200年前の対乱の話を聞かされていたわけなんですが、その対乱がですね、今のブラッドたちのこう姿になった事情そのものだったんだっていうところがですね、 なかなか納得のいくところではありましたね。そう。そういう経緯があったのかっていうところが、な,なんていうかね、こう、大体繋がった感じではあったんですよね。まあ、とはいえ、ブラッドとマリーとガスの3人がですね、こう、封印されたハイキングをですね、守っているっていう話が出ていたわけなんですが、その復活したらですね、まあ、冗談抜きで今度こそ終わりだっていう風にね、 感じられるような、なんかそういうやばい相手ではありましたね。まあ何せ、こう自分の血肉からですね、手駒を作っていくっていうところですよね。一番厄介なのは。そう。なかなかね、キスを増やせば増やすほど、こう、相手に部下を作らせてしまうっていうのが、なかなか厄介だなっていうところで、いや見る、ミルの言う通りですね、本当にチートすぎんっていうことは思ったりしました。いや、そう。 本当にシートですよね。そう。またね、こう、対乱の話の中で、ハイキングがですね、こう、ブラッド以上の剣の使い手だったっていう話も出てきていたわけなんですが、いや、ブラッドが勝てないっていうのがね、なかなか恐ろしい剣の使い手だなっていうところで、まあ、一番驚かされたところではありますね。 まあ正直、こう、ブラッド以上の剣の使い手とか想像できないレベルの話ですからね。なんかこれに関しては嘘やんっていう感じではありました。まあそういうところで、二つ目の感想である、200年前の対乱というところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、ウィルがですね、デーモンたちに ハイキング復活の生贄としてここに連れてこられたんだっていう話がされていたわけなんですが、まあ、そこで話が全部繋がった感じがありましたそうなるほどなっていう確かにこれは話しづらいよねっていうところも含めて納得がいきましたね、まあ、とはいえ最後の最後でスタグネイトがですねマリーとブラッドの前に姿を現していたわけなんですがウィルがですね こう旅に出て、こう家族とかね、友人とかを連れて帰ってこようっていう風にね、こうまあ誓ったというかね、その後ですからね、こう誓ったすぐ後にこれなんでね、いやめちゃめちゃショックが大きかったなというところでした。またね、こうスタグネイトがマリーとブラッドの2人がですね、こう執着を捨てたみたいなね、こうついに2人がこう執着を捨てたみたいなことをね、言っていたりしたんで、 まあそれが今回のね、スタグネイトが二人の前に現れたのと何かしら関係があったりするのかなっていうところで、まあ、ちょっと気になったところではありますね。まあでもガスがですね、スタグネイトとこう戦おうとしていたわけなんですが、まあ何かこうスタグネイトをですね、倒すための秘策があったりするのかなっていうところで、まあちょっと こう、ガスがね、どうやってスタグネイトと戦うつもりなのかっていうところで、まあ、注目しておきたいところではありますね。そう。まあ、これはね、注目しておきたいという話で、3つ目の感想である、ウィルが来てというところ終わっておきます。でですね、最後にというパートに入っていくんですが、今回はですね、ウィルがブラッドとの試合に負けたりとかですね、 200年前の対乱の話とかをね聞かされたりしていたわけなんですがこう最後の最後で出てきたスタグネイトがこう何をするつもりなのかっていうところでこう何て言うかね注意力というか,なんかこれをね全部持ってかれた感じではありましたね。またねこうウィルが恐怖からかですね動くことができなかったわけなんですが、まあ、これだと。 こうマリーやブラッドを連れて下がっていることもね、難しそうだなっていう風に感じたりしました。まあ、それとガスがですね、スタグネイト相手にどんな戦いをね、しようというのか、まあ、そこにはですね、まあ、一番注目しておきたいところではありますというところで、まあ、とりあえず次回の話でガスがですね、スタグネイトを倒せるのか、そこを楽しみにしていようと思っているというところで、今回の 最果てのパラディンの第3話の感想ですね。こちら終わっておきます。で、今までにもですね、第1話から第2話の感想ですね、こちら、えー、過去の放送で語ってますんで、こちらもね、合わせて聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、セレクションプロジェクトの4話の感想と、異世界食堂の2期の え4話の感想ですね。えー、こちら、えー、この日本ですね。語ってますんで、よかったらこっちの日本も合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、先輩がうざい後輩の話の第3話の感想と、ブルーピリオドの5話の感想、そしてですね、無職転生の15話の感想と、大の大冒険の第55話の感想ですね。 この4本更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方を聞きに来てもらえると、ものすごく嬉しいですというところで、本日1本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それでは次回の放送でお会いしましょう。それじゃあまたね。バイバイ。